こんにちは、みんなの家庭科2時間目、今日はですね、電子レンジでグラタンをご紹介します。僕もあの料理が、ね、好きになったのはやっぱり子供のところにあのやっぱ家のお手伝いをしたことがやっぱり最初のきっかけかなと思いますね。なので本当はあのそこで楽しいなと思ったらなんかいろんな発見がたくさんあったんですけども、今日はですね、このグラタン、皆さん普通手間がかかると思いませんか？あのホワイトソースを作ったりとかマカロニ入れたりとかね、いろんなことがあります。でも今日はそれを一遍でですねやってしまいたいと思います。まず使う材料なんですけど、こんなものがありまして、今日はですねこの玉ねぎをちょっと半分だけねスライスして入れたいと思います。今ちょうどあの玉ねぎもね、新玉ねぎがあって、これはまた美味しいですよね。旬の野菜を食べるっていうのはやっぱり体の調子を整えてくれることにもなるので、積極的に取りたいなと思うんですけれども、これでも準備はできました。今日こちらのですね耐熱容器を使うんですけれども、こういうガラスのもので電子レンジにかけられれば大丈夫です。マカロニ茹でてません、固いままこちらに入れます。今大丈夫って思ったでしょう。大丈夫です。そして今のですねこちらのこの玉ねぎスライスも入れてしまいますね。まあ、じゃがいもとか好きだったらポテトグラタンの場合です。じゃがいもここに生のまで入れても大丈夫です。切ったものをね。そして今日はこれグラタンをですねちょっと豪華にシーフードグラタンにしようと思うんですよ。そこで冷凍のシーフードミックス、これをですね使います。これあの、まあ、凍ったままでも大丈夫ですけれども、やはりちょっとねあの料理の前に冷凍室から出しておいていただくとなおいいかなと思いますね。エビとかね、イカとかアサリとかのミックスなんですけれども、ちょっとこんなにたくさんうちでは入れないけど入れますね今日はね。はい、こう入りました。そしてですねここに加えていただくのがこれです。あの牛乳ですね。牛乳、ホワイトソースを作るときに牛乳使いますけれども、牛乳が 200cc に生クリームも 100cc、 これ生クリーム安い分で大丈夫です。合計牛乳が300入りました。でもし生クリームがなければ300全部牛乳にしても大丈夫です。そしてここにですねホワイトソースの元になりますこの小麦粉を加えていくんですけれども、こんなことして大丈夫でしょうかね。本当普通だったらずっとそばについて混ぜ続けてホワイトソースを作ったご経験皆さんあるかもしれません。でも大丈夫です。そしてですねあとこちらに加えるのがこのコンソメですね。固形のものを1個、そしてあと粉チーズがあれば加えていただいたらいいですけれども、なければあの例えばこういった加熱の後でね最後にスライスチーズ使っていただいても大丈夫です。あとやっぱりコクを出すためにあのおすすめなのがバターをですね大さじ1杯分ぐらいちょっと入れるということですね。はい、これで軽く混ぜましょう。もう軽く本当こんな感じで構いません。まだまだ上の方はダマダマになってますけれども大丈夫で、これをですね今から電子レンジにかけていきたいと思います。1時間目でもやりましたけれども、ラップをかけるときにはあくまでふんわり、それで大丈夫です。こうふわっとですねかけていただいて、でこの両端をね少しこういうふうにラップを外しておくぐらいにした方が、加熱後レンジから取り出すときにここが素手で持てる良さがありますので、この点をねポイントにしてみてください。今日は2回の加熱をしたいと思います。まずは1回目、こちらですね電子レンジ500ワットで5分間の加熱になります。はい、5分間ですね。はい、この5分の間にねあのいろんなことが、またちょっとサラダを作ったりとかもできるかもしれませんけれども、こんな後片付けもあのその時間を活用して、済ましてしまったりすると、食事がの時にはねもう流しが全部片付いてるみたいな感じもなりますね。さて今日はあのどうして2分の加熱かということと、あとどうしてホワイトソースまでね一緒にできるかということなんですが、これポイントがね2つあります。まず1時間目でもちょっとご紹介したんですけれども、電子レンジのマイクロウェーブという電波の特徴
を上手に活用したものです。実はこのマイクロウェーブ、水の分子と出会いますと1秒間になんと24億5000万回もですね、振動させるという特徴があるんですけれども、それによりましてずっと実はこの今電子レンジの中でこう水分がね揺れてるわけです、超高速で。でその揺れるのと同時に小麦粉も揺らされているので、もうこれでですね混ぜなくてもきれいに滑らかなホワイトソースが同時進行で今できてしまっているということなんですよ。あとマカロニも揺れてませんでした。マカロニとかねパスタっていうのは実はあのこれどれだけの水分を吸うかということがちゃんと決まってるんですね。昔あのイタリアに行った時に現地の人がねパスタを茹でた後の水のことを魔法の水と言ってる言葉を聞いてへーと思ったんですね。でそれを捨てずにいろんな料理に使われると、あなるほど、パスタっていうのはそういえばうちでやる時はねいっぱいこうお湯を沸かして茹でてましたけれども、あのお湯の中にパスタの美味しさももしかしたら溶けてしまってるのかもしれないなと思ったら、ちょうどパスタが吸収するだけの水分でパスタを茹でることができたならもっともっと美味しくなるんじゃないかと思ったわけです。それでいろんなね実験をしてみたんですけれども、そしたら大体分かったことが、パスタは大体ですね重さの 2.5 倍の水分を吸収するということだったんですね。そこで今日の部分をちょっとおさらいしてみたいと思うんですけれども、ちょうどマカロニが1カップ、2分の1カップ 100cc 分ありました。でその、牛乳と生クリームで 300cc、 ちょっと多めに3、こちらはですね、3倍ぐらい水分を使っています。あとはもちろん玉ねぎからも水分が出てきますよね。それがグラタンのとろみにもなって、こんなふうにですね一辺の加熱でマカロニも茹でる、ホワイトソースも作る、そしてグラタンを仕上げるというですね、この3つのことを同時進行できるのが電子レンジなんですよ。こんな風に、ね、作り始めると本当でうちも、ね、今でも電子レンジであのグラタンはこんな風に作ってるんですが、さあそろそろもう少しで5分が経つでしょうか。あ、ちょうどまず1回目の加熱5分が終わりました。電子レンジの中見てみましょう。はい、5分かけてもここがねちゃんとこうやって素手で持てるんですよ。今ね5分間でこんな状態ですね。少しこう熱くなってきたところなんですけども、ここで軽く1回混ぜましょう。全体をちょっとそこから返すように一度混ぜていただきますが、これはあの電子レンジはねどうしても熱のムラがある、周りの方が火が強いので全体のムラを取るために今このように、ね、混ぜるということを一回行いました。で再びラップを、またふんわりとかけまして、これも同じようにちょっとね両方を少し開けておきます。じゃあこれでもう一回電子レンジに行ってきます。再び5分間ですね。はい、あとはこれで5分待てばですねグラタンが出来上がりです。今日の分量大体2人分なんですけれども、あのグラタン皿今日ねこちら2つ用意してますので、2人分が合わせて約10分でねグラタンがこんな風にできてしまったら皆さんいかがでしょうか。今日はあのシーフード使いましたけれども、例えばベーコンを使ってもいいし、じゃがいもを加えてもいいし、じゃがいもとベーコン美味しそうですね。それもいいかもしれません。冷蔵庫の中にあるものでなんか美味しそうだなと思うものを組み合わせてみるといろんな発見があると思います。料理ってねなんかね僕もずっと発見だったような気がするんですね。なんか面白いなとか美味しいなと思うことをやってみたんですけれども、そしたらなんかすごい楽しくなって、で最初のきっかけがなんか楽しくなるとなんかその後ずっとね料理が面白くなっていきました。僕は料理を習ったこともないですけれども、本当になんか今ではねお味噌も作るし漬物も全部つけるということで、なんかどこまで行っても楽しいなと思っています。はい、であともう一つやっぱり料理をね最初始めるときにポイントがあるかなと思うのは、初めてやったときにうまくできるってことだと思います。失敗しないってすごく大事なことで、そうすると自分が作ったものをご家族がわあ美味しいって喜んでくれたりとか、なんか褒めてくれたりするとなんかすごくテンション上がってまた頑張ろうかなって思ったりするかもしれません。お子さんたちが多分特にね幼稚園ぐらいのちっちゃなお子さんがもしいらっしゃったら、お母さんやお父さんのお手伝いしたがるんじゃないでしょうか。実は子どもの発達段階でよく言われているのが、子どもたちが自分からお手伝いをしたがる年齢っていうのがちゃんと決まってるんだそうです。2歳の後半ぐらいから始まって
お手伝いしたいピークはなんとですね5歳、5歳が一番したいんですって。でこれがですね9歳で終了です。なのでこの年齢がいくつっていう一桁の間に、お手伝いをねこう普通にやっていますと、きっとですねその子たちは大人になった時もね、料理楽しいなって自分でこういろんなものを作ったりすること、新しい喜びを見つけるっていうことをねすごく幸せに感じられるものをねこう台所って作れるのかなと思っています。はい、2回目の5分が終わりました。さあちょっと取り出してみましょうか。さあグラタンどうなりましたでしょうか。こんな風にですね今なっております。ちょっとこちら避けますね。はい、合計10分かけてもここがねこうやって捨てて持てるっていうことですね。はい、ではラップをちょっと外してみます。今ですねこんな風になって、さあマカロニがどうなったか。これですねマカロニもちゃんとね茹で上がってますね。でここでしっかり最後混ぜていただくんですけれども、今日はまだシーフードがね凍った状態で使ったものですから、少しこの状態だととろみが出るまであと加熱をもうちょっとかけた方がいいかなという感じなので、こういうふうに様子を見てあとじゃあちょっと 1,2 分追加しようとかいうふうに、ね、決めていただいて構いません。どうしても最初はちょっと冷たかったのでその分加熱がね時間かかっているということだと思うんですけれども、ちょっともう一回だけ入れますね。これは全然失敗ではありませんからね。はい、ちょっとあと追加で、はい、はい、それでは取り出してみましょう。さあこんな風になりました。ああいい感じですね。はい、美味しそうに出来上がっております。先ほどのですね塊のまま入れたのコンソメも綺麗にこうやって溶けてしまっている。これがまあ電子レンジのね特徴なので本当に手間いらずでこんなねちょっとした料理もできるんですよ。じゃあこれを今日は2人分ということでグラタン皿に入れていきたいと思います。はい、こちらも入れますね。あーいい匂い。料理ってやっぱり家で作ると台所からね野菜を切る音だったりとか、こういい匂いがしてきてなんかお腹が鳴ったりとか、そういう良さがねあるのかなと思うんですけど、あこちらがちょっとエビが多かったかな。本当だから実は口に入れるまでにね料理はいろんな物語があるんだなと思います。たまにこうなんか思ったようにできなかったってこともあっても、それもなんか素敵なストーリーになるし、家でねなんかこう家庭科みたいなつもりでやってみるっていうのは僕すごく楽しいなと思うんですけれども、今日はせっかくなのでこちらにですねさらに追いチーズもいきましょうか。チーズたっぷりだと美味しいのでピザチーズ使っていただいてもいいんですけども、簡単にこういったスライスチーズ使っていただいても構いません。もう余熱で溶けますから大丈夫です。でちゃんと焦げ目をつけたい方はここにですねあとはパン粉を振ってオーブントースターでちょっとね焦げ目がつくまで焼いていただいたら大丈夫ですね。はい、これちょっとね余熱で溶けていきます。最後にこのパセリのみじん切りがあればちょっと振っていただきますといかがでしょうか。はい、シーフードグラタンの完成です。